Ай, Господи. キロ線25メーター番号速度
ナニプソが袖を引いた一人。またこの後再放送は UTC 時間10時5分から始まってるまで、その時間にして19時5分から20時まで、毎日周波数15,345kHz 19メーターバンド、出力は同じく20キロワットでお送りいたしております。なお、この再放送は通信機故障のため現在中断させていただいております。ニュース当局によりますと、復旧にはしばらく時間がかかるとのことで、皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、再開する準備がほとんどない。この放送の中でお知らせいたしますので、ご了承ください。なお、アルゼンチンでは省エネルギー対策から12月1日まで標準時間を1時間繰り上げて夏時間に採用しております。このことから12月1日前、来年3月16日まで、なおアルゼンチン海外輸送放送局日本語番組の放送時間をこれまでより1時間早い UTC 時間9時から9時56分まで、日本時間にして18時から18時55分までお送りいたしております。どうぞ皆様、お待ち前の内容をご注意ください。なお、周波数は従来通り 11,710kHz 25メーターバンドです。それから放送時間が1時間早まったことについて、受信状況をお知らせいただければありがたいと思います。では1988年12月9日金曜日、お送りいたします番組は、例によって最初ニュースをお伝えした後、アルゼンチン最終音楽における死とその心、アルゼンチンの文化ジャーナルの人となっており、その間にアルゼンチン音楽ファンの内心人形が含まれることはいつもの通りです。ではこの放送が皆様の耳に達することを願って、まず今日のニュースからお送りするといたします。今日のニュースは、アルフォンソ大統領が陸軍の首脳と会員を持ったこと、ブエノスアイレスで抗議行進が5月1日の母親たちに行われたこと、サポート外相とゴルバチョフ総理共産党書記長が国連で会談を行ったこと、人権宣言に対するラテンアメリカの挑戦、ラテンアメリカニュースの順となっております。では、アルフォンソ大統領が陸軍首脳と会合を持ったことから始めるといたしまして、アルフォンソ大統領は陸軍首脳と約半時間にわたり会談を行いました。この会談にはホセ・ダンテ・サリーニ陸軍政長官の姿も見えました。会談には36名の将校が出席いたしましたが、その中には最新の軍事基地で反乱軍の説得に成功したイシベル・カーセレス将軍及び昇進を約束されている入った16名の姿も見えました。この会談の終わった後、大統領庁スポークスマンホセイグナシオ・ロペスが会談の内容について発表を行いました。それによりますと、プーチン大統領が軍首脳との会談を持った目的は、今回の軍事危機に対し軍事が示した協力と民主主義の強化に尽くした貢献について大統領の感謝を表明するため、
出会いです。またこの機会に暫定会議に陸軍司令長官の人間の噂が伝えられていることに対し、暫定下流部将軍は今まで通り陸軍司令長官のポストにとどまるであろうことをアルフォンシン大統領が確認したとも述べました。最後にアルフォンシン大統領が今回の危機解決にあたって反乱軍主力との間に何らの協定取引がなかったことを明らかにしたことも伝えました。以上が大統領庁スポークスマン、そしてイグナシオ・ローペスの発表です。発表です。と重要議員においてハウラネーナ・オラーシオ・ハウラネーナ国防相は反乱軍首脳と政府との間に何らの取り引きがなかったことを明らかにすることを明らかにいたしました。これは事件が解決したことについて、そして暫定下院議員副総理長官と反乱軍首脳モハメッド・アリシュール軍大佐との間に何らかの密約があったに違いないという噂が流れていることについて、このようなことは絶対なかったということをハウナレーナ国防相が上院議員において表明いたしました。次に農学の広場で母親たちにより組織された公民コンセントレーションが他の人権擁護団体の支持を持ってて24時間にわたって繰り広げられることになりそうです。この公民行進は農学広場の母親たちが1976年内部独裁政権が発足して以来毎週木曜日に行ってきた農学広場において行われるもので、今回のスローガンは成功することは戦うことであるということになっております。この抗議集会においては、最近、軍人グループが反乱的行為に出たことを非難するとともに、オーシャルに対する反対を行うものであります。この抗議集会には、県民からも支持表明が届く。この中にはアントニオ・ギダーズ、そしてサトルスタン、マドリンドの県民、ミシェル・ケ・チャモロ、ホームの作家、マーロン・アナ、その他、ヒエジョン、スペイン、フランスなどの母性団体からの支持が寄せられました。我が国では労働関係従業員組合、社会心理学従業員協会、アルゼンチン俳優協会、ボーノスアイレス大学心理学部学生センターなどが支持を表明しました。現在ニューヨークを訪問中のミハイル・ゴルバチョフ、ソ連共産党書記長と国連総会議長を務めているダンテ・カプート外相の間で会談が行われ、
緊張緩和について意見の一致を見ました。緊張緩和は第三の世界諸国の発展をもって行われるものでなければならないというのが意見の一致点であります。ゴルバチョフ、ソ連共産党書記長が国連において行った演説の中で、ソ連はヨーロッパよりもアジアから軍事力を縮小する要因のあることを発表いたしました。それによりますと、しかも2年間にソ連が70万の兵力を削減し、1991年までに東ヨーロッパに駐在する駐車部隊を上げることということになっております。また1月までにアフガニスタンの内戦をアフガニスタンの戦争を終えることについても発表いたします。今年は世界人権総連40周年を迎え、各地でいろんな記念行事が行われておりますが、1789年フランス革命に端を発したこの世界人権宣言に、2つのラテンアメリカ諸国が新しい条項を付け加えることになりました。1つはドミニカ共和国です。男女平等を謳うもの、もう一つはキューバのもので、公平な富の分配を謳うものであります。なんとラテンアメリカの、ラテンアメリカにまずベネズエラから始まって、ベネズエラではカルロス・アンドレス・ピエロス氏が大統領に当選したことは過去の通りでありますが、カルロス・アンドレス・ピエロスは投票率は 54.56% であったにもかかわらず、その元である民衆行動党は議会において 43.70% 反省に認めたところから、カルロス・アンドレス・ピエロスの行動はかなり難しくないものと見られております。次にボリビア、ボリビアの国会上院の議員に爆弾を使っていた、犠牲者はありませんでしたが、物質的な損害は少なかった。この爆発はトリューサースカーの地震海軍時間ご覧のようなような海軍サイトが機体の男女に射殺された後で起こったものです。防衛のこの段階による死者だと見られております。海外では人権宣言を記念して行う抗議行進を大きな戦争が禁止したことについてはすでに述べました。パラグアイ警察はすでにこの行進を受けているため20人の反対者を逮捕いたしております。逮捕された者の中にはゴルコフ、全国高等議会の議長を務めるドミンゴ・ライヌスも含まれております。また、逮捕者の中には、
人権擁護団体と反対主義で勝利し労働組合に属する黒子人の女性も含まれております。ニカラグアのダニエル・オルトガ大統領は米国に対し新しく次大統領に選ばれたジョージ・ブッシュ大統領がニカラグアに侵入を企てるならばラテンアメリカ全土に渡ってこの方が燃え上がるであろうと忠告を発した。以上ラテンアメリカにではこれで今日のニュースを終わります。こちらはアルゼンチン海外向け放送局です。南米アルゼンチン共和国の首都ボエノスアイレスからお送りしております。それでは一曲アルゼンチン単語を聞いてみましょう。今日お送りする単語は今女性歌手による単語です。それでは最初の曲はアクセラナイサンの曲で、の歌でイサムスイワです。もう私たちは同じだという曲を聴いてください。いかがですか？アクセラマイさんの歌で、ジャ
前スターモンスであり、もう私たちは同じだという対応を聞いてください。それでは今日最初の番組、アルゼンチン最終音楽の人その心を高木アナウンサーの担当でお送りすることにしましょう。ではアルゼンチン最終音楽によっていきましょう。アルゼンチンの最大の真ん中の変化は皆そうです。アルゼンチンの人形の価値は1000人分の間に結びついているのが多いようです。スペインの政府者たちはアメリカ大陸にやってきたときに、この大陸の原住民文化にいろいろな種類のあることを発見したことは、リスナーの皆様もご承知の通りでございます。その中には現在のメキシコにおけるアステックやマヤ文化、ペルーにおけるインカ文化など、相当すべき発展を遂げているものがあります。その他はそれほど進化して、前、避難後年もありました。それはその先、文化的進化の全く見られない、まばんな能力文化というものは見られません。この原住民たちの持つ固有の文化を図る尺度、または基準となるものがヨーロッパ文化です。が、話を元に持つ、この番組のテーマである、種については、頭をパイルパンチこと、エクトロ・ロベルト・シャベルが、我がアルゼンチン大衆音楽の中で、人形を引き寄せ、発展させた偉大なフォーク主義として知られております。例えば、カミーノ・デル